琉球交響楽団とは2001年に結成された沖縄県のオーケストラである沖縄県立芸術大学 NHK 交響楽団の主席トランペット奏者を務め N 教員退後の1990年からは沖縄県立芸術大学音楽学部の教授を務めた蘇我志法生は大学で学生による小オーケストラを組織し N 教時代に 交流のあった指揮者の大友直人などを招いていたが、一生懸命若い音楽家たちを育てても、沖縄県内には音楽家が就職したり、音楽活動を続けていくための環境が整っておらず、とても残念と語っており、将来的にはオーケストラを創設して、卒業生や沖縄出身者が活躍できる土壌を作りたいという夢を抱いていた。その思いに共感した大友は、 設立を後押しし、沖縄県立芸術大学の卒業生を中心としたオーディションが実施され、2001年に琉球交響楽団が創設された。大友の式で行われた第一回の演奏会は、当時の N 教メンバーなどがエキストラで参加した大編成のものであった。なお、設立に際しては、沖縄県出身で元仙台フィルハーモニー。 管弦楽団ホルン奏者であった上原正宏をはじめとする音楽家8名が定期演奏会にきちんとした指揮者を招くこと安定した給料制に移行するまでは流教以外の音楽活動も自由に行えることの2点を確認した上で設立準備委員会を組織した指揮者の大友直人は設立時よりミュージックアドバイザーとして招かれ2016年からは 音楽監督に就任した。県内を中心に年間約80公演を開催している。年に2回の定期演奏会のほか、映画音楽をテーマにした公演や、学生を対象にした音楽鑑賞会沖縄民話絵本の読み聞かせに伴う演奏、吹奏楽のコンサート、漫画のダメカンタービレをモチーフにした演奏会なども行っている。各種式典での演奏も行っており、 世界各地の沖縄出身者が集う世界の内南樹大会のフィナーレでベートーベンの公共曲第9番を演奏したり2002年の本土復帰30周年記念演奏会での演奏を務めたりした。また2005年に沖縄県議の安市で開催された米州開発銀行年次総会の歓迎行事では当時の皇太子の前で沖縄民謡ティンサグヌ花を演奏し 2015年の本土復帰記念式典では2009年にヨギ儀ールに移植した祝典序曲を演奏した。さらに2017年の第3回沖縄国際音楽祭では市民らの合唱を交えベートーベンの公共曲第9番を演奏した。また2020年5月8日に YouTube チャンネルを開設した。設立から19年が経った2020年時点でも 安定した財政基盤が確保できず、実際には演奏会ごとにメンバーが集まる臨時編成という状態が続いており、オーケストラの常設化には至っていない。また、専用の練習場を所持しておらず、楽団所有のトラックもないため、メンバー個人が所有する貨物車を用いている。特に沖縄では民間企業がクラシック音楽事業を支援するという土壌がなく、 ここで資金を集めることはかなり難しいとされているため県に支援を要請しているが残念ながら良い結果を出せずに現在に至っていると指揮者の大友直人は述べている。なお内閣府沖縄振興局長が沖縄振興の一環として琉球交響楽団への支援を検討したことがあったが検討が具体化する前の2012年に沖縄振興予算全体が大きく変更され 個別の補助金はすべてまとめられて一括交付金となった。その用途を決定する沖縄県都市町村はそのごく一部しか音楽に当てなかった上に公募制を採用したため、上述の試みは途絶えた。大友は沖縄はもともと伝統芸能が盛んで、その分野に対する県の理解はとても高いのですが、西洋クラシック音楽に対しては慎重なスタンスが取られているように思いますと、 語っている。金の心配はしないで演奏すればいいと語り、資金繰りなどの運営を一手に引き受けていた創設者の蘇我氏が2013年に73歳で亡くなると、楽団員たちは厳しい現実に直面した。楽団員代表の小宮城哲夫は、こんなに大変なのか、と思いましたよと語ったが、楽団員たち自身の努力の甲斐もあり、定期演奏会の集客率が上がった。なお、 公演プログラムに載せる細かな広告は楽団員たち全員で集めている。楽団員の報酬は給料制ではなく公演ごとの部合制であり、全員が音楽教室や大学の非常勤講師などの別の仕事を持っている。参戦真壁型本川クラシック調にアレンジした沖縄民謡をオーケストラのみで演奏している作曲家、萩森秀明への移植作品であり、 島太鼓や三番といった沖縄の伝統楽器を用いて沖縄の四季折々の風物や風景を描いた全六、楽章の公共組曲である。各楽章は順に新年、春、夏、秋、冬を表し、最終楽章では沖縄の踊り、カチャーシーが取り上げられる。また、楽曲中には琉球古典音楽の祝賀曲、鍵屋で風や歌と太鼓で祖先の霊を迎える。 エーサーの定番曲、当選同意、長寿を祝う秋の民謡、花の風車、わらべ歌、ティンサグヌ花、タンチャマイなど、沖縄の音楽が随所に登場する。指揮者の大友直人は、オーケストラには他の追随を許さない看板曲が必要です。萩森さんの新曲は、琉球交響楽団の看板となるはずですと語っている。録音費用は750万円に上り、 資金不足で録音が頓んざしかけたが、クラウドファンディングで資金を募り、368人から目標額の350万円を超える額を集めたことで完成させた。なお、大友は2019年に、ブカレストのルーマニア国立還元楽団と、楽章の一部を初演している。2020年4月3日に、沖縄県浦添市のアイムユニバーステダコホールで演奏した後、 2020年4月6日の東京公演でも演奏する予定であった。大友は東京公演に際し、地方オーケストラの東京公演は普通、集客力のある曲と自分たちがこなれた演奏をできる曲で勝負し、誰も聴いたことがない新曲をメインにするリスクなんて取らない。でも流行は初めからどん底。だからこそ数えきれないほどコンサートで溢れる東京の 音楽シーンで一晩だけ演奏するなら、我々ならではのコンサートを実現したかったと意気込んでいたが、新型コロナウイルス感染防止のため両公演ともに延期となった。ABC 大友 P91 から92、ABCDE、琉球交響楽団苦難声新作 CD、創立者蘇我司法制の志絶やさず情熱で紡ぐ沖縄らしさ。中日新聞勇敢。 P6 オペラ地域に根付く大学やアマと連携エコ提言室わかりやすく日本経済新聞 P40 ABC ジュラ海にハレ公共局琉球公共楽団ホルーン奏者上原正氏。日本経済新聞長官 P40 琉球公共楽団について特定非営利活動法人琉球公共楽団 www.ryukyusymphony.org.2020 年4月29日閲覧。ABC、琉球交響楽団、沖縄の式組曲に、琉球オリジナル CD、沖縄交響祭時記制作。毎日新聞政部長官、P16、来年1月に、映画音楽祭那覇市産経新聞大阪有館、タウンニュース。 音楽鑑賞会のご案内特定、非営利活動法人琉球交響楽団、www.ryukysymphony.org.2020 u 年4月29日閲覧。吹奏楽の神様が、四季無の架け橋コンサート、琉球新報、芸能、文化、の、ダメカンタービレの音楽会、あの名場面、名曲を堪能。 琉球新報、芸能、文化。総会歓迎行事ご出席。東京新聞長官、P28、上原正宏さん沖縄音楽をオーケストラで CD にした、琉球交響楽団運営委員。朝日新聞長官、P2、チャンプルー精神の響き記念式典で演奏、琉球交響楽団沖縄復帰40年。朝日新聞有観、P3、 フィルハーモニア福岡第32回定期演奏会、第3回沖縄国際音楽祭、第9位沖縄、ほか、日本経済新聞 P、P34、YouTube チャンネル開設しました特定、非営利活動法人琉球交響楽団、www.ryukysymphony.org.2020 u 年6月14日閲覧。 大友 P93 大友 P94AB 大友 P94 から95大友 P95 大友 P99 不法、蘇我司法制史産経新聞大阪長官第一社会不法、蘇我司法制七7 3歳イコール琉球公共楽団代表トランペット奏者毎日新聞東京有観 P13 琉球公共楽団苦難声20年 沖縄の心を紡むぐ、新婦発表、6月に、東京初建山、東京新聞長官、P14、ジュラウタヨベスト、沖縄ベストソングコレクション、タワーレコーズオンライン、タワー .jp、2020年4月28日へ閲覧、琉球からの風、タワーレコーズオンライン、タワー .jp、2020年4月28日へ閲覧、琉球交響楽団、 琉球交響楽団オーケストラ。沖縄民謡とオーケストラの出会い琉球。交響楽団初アルバムリリース大友直人氏が指揮。東京新聞有刊、P5 琉球交響楽団。萩森秀明沖縄交響祭事記。タワーレコーズオンライン。タワー .jp。2020年4月28日閲覧。ABC ザインタビュー。指揮者。大友直人さん。 クラシックへの挑戦状。産経新聞東京長官、P14、琉球交響楽団、20周年記念、集大成の CD 制作エーサー、カジマヤー。降りなす沖縄メロディー。毎日新聞西部遊館、P7、沖縄の四季を奏で、飛躍誓う、財政難抱えながら挑む琉球交響楽団が15年ぶり、アルバム、朝日新聞有観、P3、AB、 沖縄の風土奏でるシンフォニー関西琉球交響楽団が CD ネットで寄付金集め制作朝日新聞遊館 P3AB 楽子アーティスト大友直と沖縄の情熱を組曲に毎日新聞東京遊館 P2 琉球交響楽団初めての東京公演琉球交響楽団初めての東京公演 2020年4月29日閲覧。琉球交響楽団。東京公演を延期新型コロナ。朝日新聞有観。P2 東京公演再延期のお知らせ特定。非営利活動法人琉球交響楽団。www.ryukysymphony.org.2020 u 年6月14日閲覧。クラシックへの挑戦状観光。 大友直人問題提起と流行の20年、読売新聞東京有館 P7、ありがとうございます。